はい、今回のネタは、三好明の街路灯です。はい、合唱曲です。ちょっと弾くことがあって、ちょっとねパラッと弾いてみたら結構ですね、これまあ1、2、5ページぐらいですかね、まあ、たった5ページぐらいで、3分半ぐらいの曲なんですけど、まあ、すごくいろんな和声のトリックがいっぱいあってですね、ちょっと弾きながらどうなってんだろうと思って、ちょっとちゃんと見てみようと思ってですね、分析することにしました。はい、さてまず最初に引っかかるっていうか、まあ最初からええってなるのはこの前奏ですね。このたった2小節の前奏ですけど、いかにもなんか三好明らしいかなとは思いますけど、でも三好明らしいって何がどのように具体的に三好明らしいかはちょっとね、まあケースバイケースですよね。というわけで、資料作りました。はい、これですけど、ですね、この資料ちょっとですね、元の三好明の、まあ、元の曲、原曲と、それからこのメロディーだったら、普通だったらどうやって和音つけるかなっていうのと、ちょっと比較してみると余計分かりやすいかなと思って、わざとですね、単純な和声付けを下にこうつけたりっていうのを結構してます。で、まずその、この前奏ですね。はい。この、というメロディーですけど、でこれはまあ、その合唱の歌い出しのこと、まあ、が、まあ、予告されてるわけですけど、この上ですね、この、一番上のセーブだけ、一緒にして、ちょっと、ソシドミソシドファに、ごく自然に素直に和音つけたらどうなるかっていうのをですね、こう下にこう言ってみました。まあ、6度ぐらいかなと。で、4、1、で、2、5っていけば、まあ普通だと思うんですけど、ね、これと比べて上を見てみます。はい、ここすごいですよ、この違い。で、これ何が起きてるかって言いますと、メロディー一緒ですけど、こう内声、まず内声がですね、こう、ミードシーっていう、こう内声に、まず、ミードシーソーっていう加工音形。それから、ミーレ、このミー残って、ミーレ、この、ここからも、ここからもさらに、ミーレって言って、こう内声でどんどんこう、メロディーがスーッとこう降りていくようになることによって、まあ、偶声和音って言いますけど、こうね、ここで1度の7の和音とか、たまたまこのドミソの和音、こう6度の和音とか、あ、まあこれ、3度の和音とかがこう現れるんですよ。で、そして次ですね、ドに対して、まあ、まず和音としてこう、これね、ね、これ何かっていうと、ドッペルですね。ではの、ドッペルドミナントの9なんです、これは。このラのシャープっていうのがこのドッペル。から、まあ、次4ですけど、まだ上にこのキスが残ってるので、ヨドシチですね。で次のこの音は、こういうのは平行和声って言うんですけど、この、まあ、フランスのね、フランス近代ドビュッシーとか、まあ、印象派のやつでよく使われる、このなんかこの進行なんですよね、この。なんかね、まあ、いろんな曲に出てきますね。で、割と大体その7の和音とかを、こう、そのままこう、こうやって、9の和音。ってやると非常にフランスっぽくなるんですけど、まあ、これをですね、ここにちょっと取り入れてるんじゃないかなと思いますね。で、でこうなんか半音の平行進行みたいなのを通って、結局はこの、ドッペルに、もう一回来ると。ドッペルを通って4から6と、この
のか半音でスライドしてきて、もう一回ドッペル切ってでファーでですけど、ここでメロディーの方にもちょっとですね変化が、ここね、これごく普通に二度七の和音で二五一ってくるんでしたら、こうドはシャープなはずですけど、ドッペルの第五音ですね。第5音下方変異の和音っていうのがですね、いわゆる増録の和音っていうのをにこう使うことによって よりですね、このあの和音の変化っていうかですね、それからまあ そこまで来てるこの半音進行のここ、ね、がより強調されるかと。それからこのソロですね、シレファラだと、まあ、普通にドミナントだとこうですけど、このギスの音ってフカ6っていうですね、シレファラって言うんですけど、シレファラ、そこのね、シから数えて大あの6度上の音を足す、ね、これも非常にそのデュベッシーとかラヴェルでよく出てくる音声なんですよね、みたいなものをフルにもう活用してあってね、これドッペルですけど、ドッペルの中にもですね、このレのこうこの内声のレのナチュラルをこれをきっかけにしてこんな感じと半音階進行がこう半音階進行のなんかこうトリガーになってるんですね、このレがこうこう来てラニとかナチュラルになって、これが、ギスになってと、ね、最初から超てんこ盛りな感じがします、はい、今さささとなんかドペルとかいろいろ言っちゃいましたけど、ちょっと和音の記号についてもう一回、ちゃんとやりますと、この曲は A デュアです。はい。で、A デュアの1度はミソシですね。はい。はい、で、この曲でいっぱい出てくるのをちょっといろいろずらっと並べてみたんですけど、ミソシ。で、次、これ2度七です。で、次、これね、この2度七のこいつが半音下がる。っていうのがこれが準固有和音になりますよね。でこう丸つける丸がつきますとか、これ丸になってないな。よいしょ、このドが半音下がることによってこのなんかちょっとこの長調の和音の中のこう単調の感じがこう生まれるっていう、ね、はい、それから同じこれファラドミだけでこんだけあるんですよね、次ファー、ファーラシャープ、まあドがナチュラルの状態だと、ドッペルの七と言います。これ、これって、A ドアの、5度上の属調の、5度の、属七のことをドッペルドミナントって言いますけど、はい、でそれの中のですね、こいつが下がるとこれ下方変異です ね。これさっき出てきたその、この和音がこれに当たるわけですね。この青く、下方変したもの、はい、それから、ファラドミ、9もありえます。で9の場合っていうのはしばしばファがなくなるので、こういう音になりますね、はい、でこの音で、さらにこれが下がるとこういうようになったりしますし、はいはい、それからちょっと緑でつけましたけど、フカ6です。フランス近代でよく使われるミソシに対してこいつの、ね、この音を1度として6を足すという感じなんですけど、だからそれぞれの和音の機能のまま、6度音をさらに足すとこういう響きになりますね、っていうのをですね、このここに、6度音を足すとこうなったりこうなったりですね、こうなったりこうなったり、こういう和音いっぱいこの曲に出てきますね。で6を足すっていうこととそれから下方変異するっていうことが分かっていると、大体分かると思います、はい、それから、まあ、先にドッペルドミナントやっちゃいましたけど、属七ですね、属七、普通の5度ですね、A ドゥアの5度だとシレファラですけど、このファの音を下方変異することができますし、それからこの逆に半音上げて上方変異することもできます、ね、はい、
それから、この状態に、さっき、この F か6を足すこともできます。で、これがさっきの最後の音ですね。これが属質に負荷を足したやつだっただけです。そちらっとだいたいわかると思うんですよね。はい。それからこの後出てくる和音として、3度。はい。3度って、補聴調の中でこの3度って結構独特なんですよね。これもでも非常にフランスの曲にフォーレとかで非常によく出てくる3度です。これで、いわゆる和声の勉強でやる本には、3度って基本使わないで始まるんですよね。なんかね。ね、3度、それから3度からの次6度みたいな、ね、5、3、6っていう進行が割と使われます。はい、その辺にしとこうかな、とりあえず。はい、じゃあその後ですね。じゃあ合唱入ってからちょっと行きたいんですけど、こんな曲ですけど、じゃあこう歌入るところからちょっとピアノ弾きながらこの辺ぐらいまでちょっと弾いてみますと、ピアノの方が割と高い方向、メロディーを歌っていて、その、合唱はちょっと下の方でこの辺の音域をこう合唱がこう補完してる感じがしますけどね。はい、で、じゃあこの辺の和声をやってみます。はい、みんな捨てよう1、はい、みんな捨てようがですね4回ぐらい出てくるんですよね、この曲の中で。ちなみにこのみんな捨てよう巡り合わないためにって、なんか非常にショッキングな話ですけど、この2行ってなんか、このなんかあれなんですよね。たった全体の中で真ん中辺にちょっとちょこっとある2行だけなのにすごい強調されるんですよね、なんかね。はい、で、みんな捨てよう1。はい、メロディーさん。っていうメロディーがあるとします。で、上の段が、じゃあ今弾いたのに、ごく自然に、つけると、ですね。これずっと一度のままいけますよね。ね。で、ここでもようやく4。で、ここぐらい6に行ったりして、この夜の真ん中にっていうのは、次もう一回夜の真ん中にっていうところで、次に平行調に転調するんですけど、じゃあまずここまでですけど、これじゃあ原曲の和声どうなってるかって言って、ここで3度に来るんですよね。ここでなんかこの切ない感じするません？なんか。で、3が解決するのが6になります。そして次のこれが、ドッペルですね。ドッペルの9になりますね。ラドミソ。で、さらに次、ラドミのドが、半音下がるので、これ、ヨドの準固有になって、さらに、6度深音になりますね。ね、これね。夜のとよ、さっきこれ弾かなかったか、ここすごいんですよ。中にいるとこね、こっちに行って、でその後8分の3分伸ばして、もう一回こっちまで行ってからの、こうなってます。でこれ分析っていうかで、これは、補聴調の中の和音じゃないんですよね。これは、フィスモールの5度、ね、それからこれ次解決せずにさらに進行やって、ね、これも平行進行ですね。フィスモールの5度から次フィスモールの5度に、ね、ちょうど全音上の、属質にがスーッと、まあ、あのメロディーの下でこう動いていく。でこの和音から今度は内声が半音下がることで、次のティスモールの二度詞にたどり着くというふうになってます。
すごいんですよね。はい。で、次ですね、高く立っている、まあ、ちょっと そこまでもう一回いきましょうか。はい、じゃあそしたら、この夜の真ん中にから、もう一回夜の真ん中に2回行って、そうですね。で、高く立っている光のことを。で、ここでもう一回にみんな捨てようその2がここに始まるので、じゃあここまでちょっと今弾いてみますと、夜の真ん中に。ちなみに、今の合唱パート右で弾きましたけど、ピアノパート結構激しくてですね、夜のところですよね。はい、じゃあここまでを。あ、はい、この夜の真ん中にっていうのを2回繰り返すことで、このその2回目で、1スモールに行きます。で、ここで初めて、違う調で、ちゃんと解決するというかですね。で、ここで、1スモールで1度が出てきます。はい、で、ここのですけど、この、まあ、単調で一度ですけど、このクドーンを非常にこのなんか強調する感じ、ね、っていうのがですね、ここで初めて出てくるんですけど、この後も実は、この答えのないってとこで、この炭酸音にこの急な音をこうなんか、きしませるというか、次も時も。これみんな同じ種類の和音の、違う調バージョンなんですよね。なんか、全部で3回出てくるわけですけど、この最初がここの高く立っているところに出てきます。はい、で、次ですね、ちょっと次はこう縦じゃなくて横に並べちゃったんですけど、高く立っているのはその光の孤島のところですね。原曲は、待って。まあ、で、これ普通にしますと、であればまあごく普通にですね、1度からの2度行って、1度2点5度みたいに解決するんですけど、この1度2点のが、このどういう風になってるのか分かんないんですけど、このミの、ナチュラルがミのシャープになって、このドのシャープがシのシャープですね。これの代わりにこれのこのままになってますね。そうそう、C、C シャープマイナーの代わりに、E シャープメジャーが使われてるって、まあそう、なんかこの関係もですね、あのサンド店長みたいなんですね。このギスの音を媒介にして、その他の音をちょっとずつ半音ずらすことでできる和音だから、近そうな和音でちょっと遠いみたいな風にして使えるんですよ、代理和音としてね。で、そのこの和音が出てきて、その後このなんだ、エイスが A に下がるだけで、この次のドミナントの、これもですね、ドミナントチスモールの5度の一番上の音が半音上がるとこうなりますよね、これね。これだから、だから属七の、情報変異みたいなっていう風になってますね。だから僕普通に1度5度っていうのをこっちにして、ここに、ね、変化させているわけですね、と思うんですけど、はい、なかなか異常だなと思って、はい。で、そこを通って、
海の音を媒介にするでしょ。そうするとその後このに戻ってこれるっていうですね、ちょっと結構荒技だなと。はい、はい、ですね、はい、次、みんな捨てようにですけど、最初のみんな捨てようはちょっともう省略しました。で、巡り合わないっていうところで、違う案になるんですね。1回目の巡り合わないはこれか。2回目の巡り合わないは、これもですね、これ上の方に通常バージョンを書いてみました。まあ、2番をつけると、まあ、よどってくれば、まあまあ、本当にごくごく単純な合わせですけど、二度七二音。これはまあ、あのファがついただけですけどね。ここでまた3度持ってきて、で、今度こっち、このワンってどこだっけな。夜の真ん中にで出てきたこのフィスモールの音。で、これはどこに来るかっていうと、これがスッと下がってきて、まあ、これがこのまま下がってくるのも平行進行ですけど、ここからドミナントですけど、これもさっき言ったこの、この情報変異ですね。シレファラーのファが半音下がって、ドミナントの代わりになって、で、この、今度このナチュラル、G を媒介にこっちの動詞単調に行くという、トリックになっているわけですね。はい。じゃあここをもう一回今度弾いてみようかな。あ、ですね、そういえばですね、そのさっき言った単三和音に Q の音をこう、この和音を高くというところと、次のこう、タのない、それから、トーキーってところで、まあ、毎回出てくるわけですけど、これ非常にラベルによく出てくるなって僕は思っていて、あれだな、ソナチネとか、まあ、結構いろんなところにいろいろ出てきますけど、このソナチネのこう、これとか、あ、そうそう、ラベルのこの全音のラベルってこうあの、すごい多分三好明の最後の大仕事だと思うんですけど、ものすごい三好明のものすごい分析が載っててすごいんですよ。あの 楽曲分析がやばいんです。作曲家向けじゃんじゃないかっていうぐらいみんなこれちゃんと読んでるのかなと思って、はいはい、まあ、でだから、まあ、よく知ってるんでしょうね。はい、クープランの墓とかですもんね、この、この和音ですね。まあ、この和音がここに出てくると思うんですね。はいはいはい。それで、みんな捨てよう2回目。みんなの、ピアノ。この情報変異っていうのもですね、これよくプーランクに出てきますね。どれだったっけな、そうそうそう、あのフルートソナタとかでってなるんですけど、ちょっとこのよく、就寝の時にですね、こうやってなんかちょっとこれどこか、ちょっと聞いて
わっと終わるみたいなのは結構あのブランクのいろんな曲の終始が結構これになってる気がするんですよね。ね、こうやって終わったりとかね、なんかこれちょっとおしゃれなふわって終わる感じなんですけど、ちょっと使い方が違う感じがしますけど、まあでもここでもこれで使われてます。はい。はい、で次が2回あるこの炭酸ラウンプラス駆動のやつの答えのないところですね。はい。じゃあここを答えの答え。転調が非常に激しいところですね。でというわけで見ていきます。はい、では答えのないからですけど、この、この和音って書いてありますけど、これあれですね、ドッペル Q の下方変異ですね。まあ、フィスの音がないかな。アイス、あとゼゲですね。で次がびっくりするんですけど、こっちに行くんですよね、原曲の。みたいな。メロディーだけ見れますとし、ファミレミドシレシ、そうそうそうだったら普通に音でいいんじゃないのって。でこれでいきますよね。できるんですけど、これがなんかこの、これもだからさっきの代理みたいな感じで、本来こっちの和音の代理がちょっと3度上とかに来るみたいな、3度下かこれ。これがこっちに来てますよね。でさらに、これはラドミソっていうのは、A モールで考えるとドリアのようになりますね。で、またさっきの代理の和音が変わる。これはまた今度あれね、属質の今度は下方メインですね。その後これあのそうですね。合唱パートだけならまだ、このこれなんだろう、味噌汁ファン。今これ書かなかったですけど、アーモールの句かな。ね、にさらにゲーの音が付け加わってるみたいな感じですよね。これなんかコードで表すと E7 で9th が半音下がってるのと半音上がってるのが同時にある感じなんですよ。ここのピアノパートが結構荒れ狂ってるんですよ。でそれから次これもドミソシシとかって言ってると、これコードで書くと C9 に、11シャープがつくみたいな感じですけど、まあ、これも言ってみればこの下方変異と同じコード、はいはい、ね、まあ、やっぱりびっくりするのはここのこの C レーシンのところがここにここに来るのがちょっとびっくりする。で、全く同じです。はい。これ、このなんか複雑な、この、代理和音みたいなのを使っているのが、そのまんま丸々ですね、全音上になってます、これ。オフィスモールの一度から、とっても、なんか、本当はここで、オフィスモールに沿ってくるところが、サンドしたの。こっちの方に。実際あの譜面ではここなんかあの異名同音であの、フラット系でまあ書いてあるわけですけど、まあフラット系で書くよりこうやって書いた方が見やすいですよね。本来こっちがこっちに、こうやって来るのがこっちに来てると。
まあ、で次からフラットに書きましたけど、ね、でここからもう完全にフラット系として、ここはもうベーモールになるわけですね。でここはベーモールの5度です。S ではの2度7の順こういうふうにこうパッとこうこれ、ね、ここですね。はいね。でここねピアノになんかね、なんかこの邪魔な音がこう入ってくる。このねここはっきりとベーモールの9のはずなのにここに。こうテンションみたいな音がこうわざとこうピアノにぶつけるように書いてある。はい、で、ここから S ではに行きますね。そう、なんかいろいろ激しく転調して、ふっと帰ってくるときに、この第二展開系みたいなの。っていうのが、まあ、よくそのフランス和声でよく出てくるんですよね。まあ、シャランの課題とかで言うと、結構その後半の帰ってくるといいところで、この第二展開系でふっとこう帰ってくるっていうのをすごい彷彿とさせます。で、っていう感じで、S ドアで終わるんだけど、ここもですね、ここにもピアノになんかね、このなんかこのフィスがすごくなんかこのせっかくほっとしたこの和音をなんかちょっとこうなんかこうなんか綺麗なところにポツンとなんか黒いシミがついたみたいにですね、あ、悪い意味じゃないですけど、いい意味でなんかこうちょっとなんかなんて言うんですかね、ほころびがこう現れるみたいな、これがなんともフラジャイルな感じでですね、わざと書いてると思うんですよ。こういうのがたまらないっていう人と気持ち悪いっていう人とちょっといると思うんですけど、で、まあ、このドも不可録のままですね。ドペロを通ってドリアを通るとドリアからの、なんだっけ、順固有、なんか普通のままも全然ないですよね。そうしてですね、S ドゥアって帰ってくるんですよ。マジかって思いまして、はい。はい、というわけで、みんなステイオー第3回目は、なんと、半音下で帰ってくるんですね。これが、再現が半音下の S ドゥアで、そう、S ドゥアで助走が出てきて、まさかと思いきや、まあ、思えて、で、メロディーがちゃんと S 図で出てきます。これ S 図のまま終わるの？みたいな。どうなるんだろうって思うわけですね。はい。で、じゃあ、ここからどんなことが、まあ、ちょっと変わってみると、なんか、最後はちゃんと A ではなってますよね。どうやって戻ってるんでしょう？みたいなところをですね。はい。ということになっているわけです。楽譜見て、持ってる人はこれ、何が起きてたでしょうか。はい。みんなステイオーさんですけど、みんなステイオーさん、
S ドアの1度から、早速、いつも通り3度。これもちょっと初めて出てきた音ですけど、2度、まあ、S ドアから見ると F ドアの2度調の続句ですね。和音としてはソシレの下にドミを足すとこれになるんで。で、なんか元もなかったかのようにもう一回そう出てきました。次がびっくりでしたよね。そう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 。あ、ここで半音に戻るのかなって思いますよね。そしたら次、これソシレ、これゲードワの音じゃんみたいな。この辺、これも結局平行、3度平行みたいな。で、結局、ここでは戻らないんですよね、A ドアには。ちなみに全部 S ドアで行くと、そう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 。こうやっていけばまあ普通なんですけどね。ここはかなりびっくりします。で、ここちょっとピアニッシモとかなってるんですよね。和音とかもね。ここ見せ場なのかなと思って。で、結局まだ A ドアに戻れず。で、ここみんな捨てよう、みんな捨てようっていうのを2回言った後、まだ巡り合わないで言ってないんですよね。で、3回の巡り合わないで、ここでこのなんかこの疑問形みたいな和音に来るわけですけど、これはですね、これは A ドアの続句の、情報変異になってますね。実際音、実際この譜面に書いてある音はこれが、ミのフラットで書いてあるし、これはゲーで書いてあ、ソで書いてありますけど、実際は、レのシャープとファンのダブルシャープで考えれば、ここはその元に戻る調のドミナントのこれに当たりますよ。で、そうするとこのゲーの音っていうのがもうまさにこの情報変異した音になってます。で、こっからさらにまだこのままちゃんとこうやって戻ればいいのに、なんかまだね、またこんなことして半音下に下がってきて、これが S では S モールでの、ドリアからの、ドッペルを通って、あ、で、ここなんですけど、合唱はですね、となってます。で、合唱だけ見てると、S ドゥアか S モールかで、こう、この和音は S、合唱だけ見てると、ここから S、結局 S ドゥアに戻るんじゃないかなって思う感じなんですよね。が、ピアノは、この最後の和音だけ、合唱と違うんだと思うんですよね。これ違うコードに。ピアノの方が無理やり、長調の続句にしてるんですよ。で、こうやって、ピアノはこうやって終わってます。で、合唱は、ここから吹いて、ここにね、無理やりこう。で、ここだから、一番最後の、この8分の3の一番最後の拍だけ、なんかどう？と、全部なんか、S ドアと A ドアがなんか同居してるんですよね。結局 A ドアの方が勝つと、なんですが、この最後のピアノの、気持ち悪い、気持ち悪くないです、はい、最後のこのこれもだからなんかちょっと気持ち悪くしたかったじゃなくて、その S ドアがこう半上、そうそうそう、レードの方が A ドアで、これがなんかそのここだけ半音違いの調を、同時にここで置いてるんですよね。で、まあ、最終的にここで終わるわけですけど、このなんかこの何なんですか、これこの弦8度みたいなことになってるのはそのせいなんだと思います。まあ、でも独特のこの三好明の毒みたいな感じがすごくここに出てるなっていうのがありますね、はい。そうですね、ここですね、上が半音下の調になって、これが前の S ドアがちょっと残っているということかなと。
で、まあ、ここの最後の和音がピアノの方は A ドゥアに向かってますけど、合唱の方は A ドゥアに向かってないんですよね。と思うんですけど、はい、こうやってぐちゃっとここほあの2つの調がぐにゃってこう交わって A ドゥアの方にこうスッと消えていくけど、まだここに残ってるみたいな感じかなと思います。はい、というわけで、はい、なんかすごいですよね。ここたった5ページぐらいのこんな曲にここまでのなんか、ね、なんか技巧っていうとあれですけど、まあ、技巧が見せたくてやってるわけじゃなくて、ごく自然にこういうですね、一筋縄でいかない和声をつけちゃうんでしょうね。なんかいや待って、本当に、すごい唯一無二だなと思って、まあ、そのなんか日本の合唱曲のデフォルトが三好明っていうのは結構異常なことだなって前から思ってて、こんな高度な曲、普通の人が普通に歌ってた時代っていうのは、普通に歌ってたんですかね、わかんないんですけど、だから三好明より後の作曲家がこれまでの仕事、ここまでの仕事を、まあ自分も含めてですけど、ここまでの仕事をこの商品にこんなことまでできてたのかっていうのは非常に肝に銘じたいと思います。はい、というわけでした。はい。